448ダメ。これ勝てないんだけど。2分の1。ワンパン 288×3。 いやいや、おかし、ダメージおかしいじゃん。800以上出てるって。そんなゲームじゃなかったじゃん。なに、敵ワンパン800っておかしいじゃん、このゲーム。おかしいよ。壊れたよ。なんでなんで、え？急におかしいじゃん。いやー、マジで勝てん。マジで勝てねえ。鈍悪向こうの何かか。鈍悪向こうの装備つけるか。そしたら、ゲルミナス移動捨てて、移動捨てて守り、ドンムブ、ドン悪向こう、2個持ってるから、さっきの感じでいくと、アグリアスさんとお姉ちゃん。移動下がるけどなぁ。まず1ターン目、OK。1ターン目普通に攻撃してきてくれる。あ、でも逆に言うと、せっか、そうか、鈍悪無効をつけたから普通に攻撃したのか。男出ないし、男出ないのか。で、ここで混乱を入れます。どんだけ上振れ狙いなんかって話だけど、ここで混乱が入ります。はい、混乱！んー、にゃ。しかもメディアドールさんの移動を下げちゃったからブレイク届かないか。これは男。でドラゴン前に来る。ポリフレワンチャン死ぬ。1回目終わったー。いや、終わったのか。で、ここはドン悪無効ついてるから通常攻撃してくる。で、お姉ちゃんはね、移動足りなかったからゲルミナスに戻したわ。で、ここのトリフレを避けてくれれば OK。オッケー、オッケー、エクセレント。で、お姉ちゃんが次のターン、ゲルミナスにしたからここ行けてブレイクが可能で、合剣で武器壊し。いやー、これレーゼちゃん死なないでほしい。もう一回外れ、外れて頼む。あ、オッケー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 。これ敵が隣接してるからトリフレ打たないのか、あそこに。その代わりこっちにトリフレ。ラムザ死ぬか。命中良すぎ問題。ふざけんなよ、命中良すぎだろ。で、390死ぬのか。で、手なずけていく。で、バルクはティアマットやるんか。鈍悪やられたら最悪。うわ、最悪。はあ、おかしいだろう。せっかくのティアマット。が、いや、ただここ合剣で装備壊したな。いや、これティアマットが動いてたらあったな。ここでティアマットのターンだったじゃん。これティアマット動いてれば150に削ったんじゃないの。一旦仲間にして、で、ハイポかー。それ厄介だなー。普通に殴ってこられたら命中 100% か。鳥アタか。そうか。
ドラゴン死ぬ。ちょっとレーゼちゃんをこっち側に寄せてみた。ああ、同額 48% なんだ。結構回避するな。ラムザに来る分には問題なし。レーゼちゃんがそこ行ったので、ワンチャン次のターンに刺激できたりしないかな。さっき最速3ターン刺激か。だから2ターン刺激でもいいな。ヘッポコヘッポコおるんだけど、ヘッポコ全然ヘッポコじゃないのよ。ワンパン500出すから。ヘッポコ買う。この辺りまだ来れない。ラムザが今正直やることないんだったら励ましとく。一歩前に出てからの励ます。男の確率上げとく。ラムザがあまり動かなかったのはレーゼちゃんとかがここの前まで出た時に、ラムザがこことかにねいると十字の範囲に入っちゃって、まあブレス来るかなっていうことよな。そこ刺激多分一ターン目ではさすがに届かんか。ヘッポコそっち回り。ここ行きでレーゼちゃん狙われて死ぬかな。メディアドールさんは次ここ渡って武器破壊でしょ。でアグリアスさんが、あアグリアスさんここ行きたいな。こっからズシャーしたい。いや、むしろアグリアスさん、バルクはどうせ、あれなんだよな、リジェネってどう回復されちゃうんだったら、モンスターからやるって考えたら、アグリアスさん1個横から、1、2、3、4、5。さ、レーゼちゃん、ここまでしか動かん。で、やることないから、待機して、で、ここで剛剣武器ブレイクで、バルク狙っても今の我々の火力だと落としきれないから、あえてここから1、2、3、4、5で、この2体巻き込みでドラゴン混乱を狙う。で、レーゼちゃんここにしたのは、アグリアさんがここに来た時に十字の範囲に入らないように。アグリアスさんだったらワンチャン避けてくれる。避けて、まあ男もあるし、これ混乱。いやーダメか。世の中そう甘くないか。で1ターン目ブレイクするためにドン枠ドンムブか。ムブはまだいいな。で、混乱させられな、何もしない。あー、刺激恐れてこないんだ。頭いいな。320はやばいって。うわ、ワンパン。そしたらここ行ってフェニオかな。
栄翔か。うわぁ、刺激られないように後ろ行ってるわ。これ栄翔で栄翔を助けるためにはラムザで回復するしかないな。ただラムザで回復しようとした時にチャクラを使おうとすると垂直ゼロ。これ垂直違うからいけないとなったらおまじないか。垂直3。で、あ、でも刺激届くな。勧誘する。サンダーはむしろ回復。アグリアさんに回復出てほしい。オッケー。さすがに 31% のラファちゃんの男は出ない。うわー、それ鈍悪か。厄介すぎるな。そしたらアグリアスさんか。アグリアスさんギリ渡れるから、で聖剣稲妻でティアマットが今仲間だから、まここでドラゴン2体巻き込むか。いや、もうザコからやることを考えるか。そしたらここで2体巻き込みするか。それだったらストップとか狙うっていうのも、でもストップ射程位置短いんだよな。そしたらやはりこうか。でメディアドールさんでグレイシャルガン壊しに行く？あ、ドンム、そう、動けねえんじゃん。そしたらヘイストかけるくらいか。誰にヘイストかけるよって話？ギュアースが動いてくるから、ヘイスト前にギュアースが動いてくる。ここにギュアースが来ちゃう可能性はあるのか。となると、いやー、敵巻き込むヘイストだけはやだな。したらここか。アクリアさんもヘイストだしね。一旦投げとく。うわー、ティアマット、もう一回外して。うわー、ダメか。ただ耐えたな。ラファちゃんが何するか。ラファちゃん回復もある。エクスポで回復、レーゼちゃんをエクスポで回復するか、シンゴって倒しに行くかだな。ちなみにラファちゃんシンゴっても多分栄翔長いよね。相当後ろだもんな。カウポン、ヘッ
ポコ、ゴードン、バルク。ここ行ってエクスポ投げた瞬間、トリフレのこの十字範囲に入るんだよな。いやー、でもここでレーゼちゃんが一旦長生きするかはでかい。いや、てか、ヘッポコが下からここを突き上げられて終わんのか。これ最悪だな。そしたら、ラファちゃん見捨てて、ラファちゃんでここを埋めてレーゼちゃん回復。まあ、ラファちゃん突き上げられるかもしれんけど、なるべくレーゼちゃんが粒子液がもう打開策だと思うし、で、ドンアク動けない。ラファちゃん取り当た、いや逆にいいな。男はさすがに出ない。わあ、でもそこ行けちゃうのか。最悪、死にますね。男出ないか。ラムザでラファちゃん回復するか。起こせないんだよ、高さ違うから蘇生できない。ドンアク直すか。ガッツじゃない、気功術で一応ドン、うわ高さ違うからここ行って気功でドンアク直す。ティアマットを信じろ。でラファちゃんやられる。いや男出とけばな。アグリアスさんはここで混乱入れるか。ここで混乱入れるくらいしかなくない？アイテムで起こしてもっていうのあるし。130で混乱入れるくらいだったら、ですか？いやでも確率が同じだとしたら、ですで死ぬよりこちらの味方になってくれた方が嬉しいよね。混乱ってまあ味方、完全な味方ではないと思うけど、敵を殴ってくれる可能性あるしな。ズシャー、ダメか。十字の範囲から逃れるんだったらこっちだな。メディアドールさんが冒険か。123届かんよな、ドンムブ。そしたらヘイスト、320。200。え、でかっ。待って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 、うわ今もう全部当たってれば。90耐える。これヘイスト入るな。ティアマットにむしろヘイスト入るな。ティアマット回復したい。
ラムザうわそれハゲいやミス、いやラムザでティアマット回復してえな。147は耐える。おまじないだっけ、自身の HP を犠牲にティアマット回復して、でティアマットのトリフレでワンチャンあるんじゃない？これ死ぬな。え？どういうこと？何が起こった今？何が起こった今？え？あいつ混乱してないよね？味方でもないよね？お、お、お？しかも避けたぞ今。待て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 。これ名言ね。まあ一回読んだけど、いやこれ名言だよな。人間は誇りを失った瞬間から自由ではなくなるんだ。いやーこれよな。この世に平等なんてあるものか。平等は与えられるものじゃない、自分で勝ち取る権利なんだ。これかっけえな。回復か、ティアマット回復か。127はラムザ今ズシャーやっても出ない。でこれが騎士だから大地の衣も装備できないから、大地の衣も装備できれば国交移動からズシャーでアグリアスさん回復ごと敵やれたんだけど、それができない。味方のカウントにまだ余裕ある。ラムザ、アグリアス。で？クロドラ動いて、トリフレか。いや、ここでドラシエキ起こすパターンもあるけどね。いや、高さ違うから起こせないのか。蘇生高さ違うからできん。危ね。待て待て、冷静に考えろ。お姉ちゃんのドンムブを解く。いやでもドンムブしなくてももう解けてんな。いやー私はもうこのティアマットに全てをかけるわ。おまじない、自身の HP を捧げその倍回復、140回復させて、でラムザがどこに動くか。敵のトリフレ対象には入りたくないから。待て、5マス。1、2、3、4、5。ここを移動。ここにしよう。で、アグリアスさんが、え、どうするべき？待て、ドラゴンこれワンパンできるな。え、ちょっと。これドラゴン、ドラゴン2体落とせる。100削るよりドラゴン2体落とした方がいいよね。え、自身中心でドラゴン2体落とす？いや絶対ドラゴン2体落とした方がいいよな。問題は復活が間に合うかか。今高さ違うから起こせる人がアグリアスさんしかいない。これどっち？いや、ちょ、あるあるある。ちょ、冷静に考えろ。ここ削って、トリフレが、いや、でもトリフレ2回くらい当たんなきゃいけないよね。行動順は？ドラゴ動く。で、あとゴードンか。いやー、ここ起こす。時間あるんだったら、倒す！で、待機でいいか。え、なんで逃げたの？ちょ、逃げないで！は？そっち？ちょ、まあよかった、逆によかったよ。
トリフレでやってくれると今信じてたら、あら、もう私大パンだったわ。まあ、逆に良かった。逆に良かったけど、ターン数の問題出てきたわ。あとカウント1よ。終わった？おい、ティアマット来いよ、こっちに。アグリアスさんがやるべきは、起こすことだね。ラファちゃん起こして、ラファちゃんもフェニオ持ってるから、待って、これ横か？うん、これだね。ティアマットがこっち来てないから、今攻めても多分落としきれん。いやー、蘇生がここ入らないんだよなー。でー、そしたら何する？敵は武器壊れてるでしょ。でもボス1体しかいない。時間かけていい。とにかく時間かけていい。ドン悪を解く。ラムザでドン悪解消する余裕あるよね。207。ラファちゃん今回復できないし、射程1だから、ここ移動してからの、飛行でドン悪解除。防具と頭どっちから壊した方がいいとかあるか。シーフの帽子から壊した方がスピードに、そうだね。これシーフ頭、うん、あ、違う、頭壊せないのか今。アクセ壊しか。アクセ壊し、アクセから壊すか。あ、頭か。ごめんごめん。アクセ壊しがないのか。下頭から壊した方がいいな。お塩振れ！かっこいい！待って、ある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 。シーフの帽子壊した。カウントゼロ。レーゼちゃんロストする可能性あんな、これ。ドン枠、一生ドン枠されてるけど。まずい、これレーゼちゃん。起こす。間に合った。よし、一旦、一旦 OK！ 来た！よし、よし！待って、来た。で、ラファちゃんが、エクスポ投げとく。これ自身でもいいな。で、ターン早く回すために動かない。お前何してんだよ、本当に。うちの主力火力なんだから、ティアマットがやってくれるまで、我々耐えるよ。行動順としては、ラムザ、メリアドール、ラファちゃんも入るから、ドン悪直しに行こう。ドン悪直し。で、お姉ちゃんがこれで防具壊し。よっしゃ。はい、アクセのみ。これ裸マントです、今。ド変態完成しました。歴史に
残っちまったな。デュライ白書にド変態が残る。でもうここ回復もあるけどな、回復もあるけど、アグリアス攻めていいか。190、今攻め時か。104ダメージ。でラファちゃんもこれ仮に殺されたとしてもカウントでロストすることはもうないでしょう。バルク動いた後か、バルク中心に撃って、いや事故る可能性ある。バルク中心に撃って、なんか味方巻き込まれて負ける可能性ある。いや、こんな安牌で勝てそうな時に、あえてチャレンジしない方がいいな。過信防御林。回復。で、とりあえずティアマットが来てくれれば勝ちよ。いや、レーゼちゃんだったな。え、ぴったり300、粒子液あったの。神じゃない？で、OK。もうお姉ちゃんはどうせ壊せる武器がないから、何もできなかった。は？は？え？あなた何してるの？あなた。うん。期待するのやめよう。ティアマットに期待するのはもうやめよう。自分で行くわ。レーゼ、ラムザ。いやでも、もう火力30とかよ。行くんだとしたら、レーゼちゃん、ここ行きから殴る。で、横潰しちゃうけど、ラムザが、そしたら、7でズシャー。まあ、こっから1、2、まあまあまあ、メリアドールさん巻き込むけど、ズシャーでいいか。敵残り88だし。戦う30ダメージ。36の 70% ブレスか。ブレス、あーでもブレス打つんだったらここから、あでも高さ 2.5 は無理か。ブレス、そしたら52。ちなみに波動拳でもいいけど、49の 20%、 まあよくないな。あ、しかも今移動 100% じゃなかったか。まあ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 、20。ディアマット来てくれー、ディアマット来てくれ。削りきれんて。ナイス。オッケー、神言いけるわ。まあその前にアグリアスさんのターンでどうせ終わってしまうなと考えたら、経験値稼ぐためにも神言ではなく殴っとくか。で、アグリアスさんフィニッシュ。残り HP に 100%、 ダメージ92。やったか。よっしゃー、きた、長かった。おい、めちゃくちゃむずいだろここ。いやマジでレーゼちゃんいなかったら、そんな俺は死ぬのか。死を超越したはずでは。残念ながらな、成績は全部、いや、残り10個、俺らが持ってたんよ。もう、ボルマルフさんとアルマちゃんの2個しかそっちは持ってない。成績が反応している？共鳴している？我々の成績で？いや、違うね。あっちだな。ドンマイ。オッケー、バルクさん。いや、こいつはな、北天騎士団に毒巻いたし。
マジで許せんかった。で、ティアマットはもう。いや、でも、ティアマットを仲間にしたから、ティアマットやらなくてよかった。これでかいよな。あ、で、ティアマット仲間になったのか。でけえ。でも使う？これ女の子か。除名しますか。ラットか。ん？ラットか。アリシア、あ、アリシアとかがなんか、アリシア・ラビアンがイベントのフラグっていう話あったけど、もう終わったの。あ、マーガレットでいいな。マーガレット抜くか。バネッサ、ベヨウフ、ムスタディオ、ラファ、マラーク、オルランドン。あ、でも、そうだね。マーガレット、そんなこと言わないでよ、お願い。これからもっと役に立つからさ。そんなこと言われたら。いや、でもごめん。ティアマットの方がかっこいいんだ。ジョイナップ。いやー、つらかったー。で、連戦かよー。マジ言ってんのか。